古市義雄と申します。世界一幸せな歌う講演家として今日本全国で講演活動、また歌を、歌ってメッセージを届けています。バイク、高校1年生から2年に上がる時の春休みにバイクで交通事故を起こしまして、そのバイクが大破、炎上して火だるまになってしまうという、まあ、そういう経験をしてですね、まあ、全身大やけどを負って、まあ、顔や手に大きな障害を、まあ、残すという、まあ、そういう事故をしました。少し覚えてますね。僕はバイク乗って運転してたんですけど、車とぶつかる瞬間、あっとぶつかる瞬間と、でその後はぶつかる前にこの駒送りに車にパパーッと近づいていくようなね、でそんなシーンを覚えてますね。次に目を開けた時はもう目の前が黄色で炎に包まれて、もう全身炎の中にいたっていうのは覚えてます。少しあります。全部はもちろん覚えてないですけど、途切れ途切れで、もうとにかく目を開けたら熱くて、この熱いよーって叫んでた記憶もあります。まあ、あと所々かな、覚えてるの。そんなずっと通して覚えてないですけどね、細切れに覚えてるっていう感じですかね。僕自身の記憶としては、次は自分が倒れ込んでいて、もうその時目を開けることができなくて、なんか怖くて、まあ、なんかすごいことやっちゃったなっていうことはなんとなく分かって、で水をピチャピチャピチャとこうかけられている、そんな音が聞こえて、でも目を開けられずに、次の記憶は救急車の中、救急隊員の方にいろいろ質問されて、で僕は死にたくないので必死に答えてましたね。自分の名前とか住所とか目を開けずに必死に大声で答えて、あと一緒に乗ってた友達の名前を叫んでた、友達は大丈夫か大丈夫かっていうことを僕は叫んでたっていうのは救急隊後から聞いた話で、あとは火を消してくれた人たちがいて、でその人たちがリレーをしてね、また消火器かけてくれたりとか消してくれたみたいですね。それは僕の中の記憶にはないですけども、痛みはないですね。ないです。痛みはなかったですね。もう体が動かなかったのと、記憶がね、細切れっていうかね、途切れ途切れなのではっきり分かんないですけども、まあ、病院の中について起こされて、で古市君ってこれから洋服を全部切りますからねって言って、洋服を全部こうハサミで、ね、こう切られている、それを覚えてますね。でその音がすごい、まあ、洋服も全部焼けているので脱げないですね。なのでハサミでバリ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 焼けた洋服を切っている音を、まあ、覚えていて、その時にあ、やけどしてるっていうのが分かりました。その後消毒のお風呂に入れられるんですけども、その時、まあ、全身裸にされて消毒のお風呂に入れられて、痛みがもう本当に激痛が走って、もう体の4割に 41% やけどしてたんで、もう激痛が走って気絶したんです。そこから数日僕は眠り続けたっていう感じです。なんかね、夢見てたみたいな感じですよね。ウォータースライダーに乗っているような夢とか、滑り落ちていくような夢とか、なんかこう水たまりというか、足くるぶしぐらいまでしか水が溜まっていないそこに滑り落ちていって、その水を救おうとしている夢とか、そういう夢を見てましたね。記憶がないのは多分丸2日3日ぐらいだと思います。意識不明の重体だったのは2、3日ですね。まず最初に僕目が見えなかった、その時は全部覆われていたので、最初に耳が聞こえて、で家族が呼んでいる、僕を呼んでいる声が聞こえて、生きてるっていう実感があってですね、生き残ったんだって、その時は嬉しかったです。その時は純粋にね、声が、家族のね、うちの母親だったり家族の声が聞こえて、嬉しかったですね。あと目が見えるようになるのはそこからまだ先なんですけど、で最初に光が目に入ってきた時、光のありがたさというか眩しさはね、忘れられないですね。声、肺炎も起こしたんで声もやられて出なかったし、声もうっすら少しずつ出るよ、はっはっはっ、少しずつ出るようになってきて、あと一番初めに食べれたのは氷食べれたんですけど、もう氷食べた時の氷の美味しさっていうのはもう忘れられないですね。こんな世の中にうまいものがあったのかっていう、
ぐらい美味しかったですね。まあ、全身の 41% に重度熱傷という、まあ、やけどには深さが、ね、あってね、深いやけどを3割近く負うと命に危ういと言われている中で4割やけどしていたので、かなり命も危ない状態だったのと、まあ、とにかく痛い、もうやけどが広範囲だったので、もう痛みが半端でなくてですね、やけどって水ぶくれとかね、そういうイメージしていたので、まあ、痛いけど治るだろうってそう思っていたんですね。なので当時はまだ軽く考えてましたね。この痛みはいつか終わると。やけどの手術ってのは皮膚の移植がメインですけど、人間の皮膚って浅いやけどは自分で再生するんだけど、深くやけどすると自分で再生する力がなくなってくるから壊死しちゃうとかね、そこに皮膚を覆わなきゃいけない。でそうすると自分の皮膚しかつかないから、まあ、豚の皮とか亀の甲羅とかいろいろあったんだけど、それはもう応急処置的で皮膚として再生するようなものではなくて、でじゃあ他人の皮膚使えるかっていうと、家族の皮膚でも拒絶反応で腐るって言われているので、自分の皮膚で覆うしかない。なのでやけどしていないところの皮膚を薄く剥ぎ取って食皮術をしていくということを、まあ、何度も何度も繰り返していくと。でそれで見栄えが良くなるようにっていうことで、またさらに食皮術を重ねていって、まあ、顔も手もどんどん食事術を重ねていって、そこから今度は美容的なところになっていくので、顔だったらなるべく少しでも綺麗に仕上げようとか、そういうふうな手術も再建手術みたいなことも繰り返していくと。あと手が動かなくなって、曲がらなくなった指とかがあるので、物をつかめるようにするために指を骨折させて固定するとか、使い物にならないような関節の状態で固定しちゃうと使い物にならない、何もできなくなるんで、指を曲げて、人間ってこのピッチという掴むことさえできれば大抵のことができるっていうことで、ピッチができるような手の位置に骨折させて固定して、足りないところに皮膚をつけるとか、そういう手術を何回もやりました。体の、まあ、顔、手、まあ、胸、腕、両足、まあ、ざっくりとそこですか。もちろんそこの中で火傷してるところとしてないところっていうのがありますけど、はい、で皮膚の再皮、皮を取るところっていうのは何度でも取れるんですよ、皮膚がきれいになっていれば。なので同じところから何回も取ったりします。削ぎ落とした皮膚っていうのは 1.5 キロあったって言ってましたね。食皮っていうのはきれいにするためにきれいな皮膚を剥ぎ取る、そこに傷ができる、それはもう一生傷として残るので、どんどん傷が増えていく、治すために傷を増やしていくという、なんとも悲しい手術というか、そういうことを繰り返していくんですね。だから傷がどんどん増えていっちゃう。 41% は傷という値で言ったらどんどん増えていくっていう、だから 60% ぐらいまで増えたんじゃないですかね。骨折ですね、左の腕と骨盤を骨折していましたね。いやもうそれはね、たくさん、一番って言われたら何だか分かんないけど、相当たくさんありますけどね。結構きつかったのは両手をお腹にこう縫い付けられてしまった時ですかね。手の再建手術って柔らかい皮膚を必要とするので、食皮だけでは皮膚がつかないので、お腹の肉を手にくっつけるという、ちょっと画面には映せないですけど、手とお腹をくっつけるという、お腹の皮膚に手をくっつけて、お腹の皮を剥がし、肉ごと剥がして手に覆いかぶせて、片手ずつやればいいのに、先生も横着だから両手一緒にくっつけて、だから身動き取れない状態ですよ、両手くっついちゃってるからね、お腹に。寝返りも打てない、当然着替えもできない、そんな状態で3週間過ごしたんですけど、痛い、気持ち悪い、苦しい、これきつかったですね。で最後お腹と手を離す時にメスというかハサミで切られたんですけど、麻酔なしでちょっと切られて、あまりにも激痛で、もううやーって病棟中に響き渡るぐらい悲鳴を上げたんで、先生が、あそんな痛かったなんて言って、で麻酔しようなんて言って、また急遽局所麻酔したんだけど、最初からやってくれよっていう感じだったんですけど、まあそれ結構きつかったですね。まあ、他にもたくさんありますけど、不安だったことは、僕は幸せになれないと思ってましたね。病院から出れないと思ってたんで、一生病院の中で暮らしていくんだろうと。まあ、認めが変わってしまったから、こんな姿で世の中に出ていけないだろうと思ったし、誰からも僕は好かれることもないだろうし、愛されることもないだろうって、そういうふうに思っていっ
で、だからそれが一番きつかったですかね。不安だったっていうのは。友達は来てました。高校1年から2年、中退寸前だったけども行ってたんで、同級生は一応全員、なんか義務的に全員来たんだけど、順番に。もうみんなもう絶句ですよね。絶句して、もう言葉もかけられないし、担任の先生も僕に言葉をかけられないし、あまりのひどさにね、最初もひどかったんで、だから絶句して帰ると。よく遊んでた友達は来て言葉かけられなかったかな。で、まあ、少し動けるようになった時にまた友達来たりしてましたけどね。友達もやっぱどう励ましていいかわからないし、で、僕は友達にあんまり来てほしくなかったっていうかね、自分のその変わり合った姿を見せたくもなかったし、なんかエバってきてましたから弱い姿を見せたくないし、なんかそういう、来てほしいけど来てほしくないっていう気持ちがありましたよね。仲良く3人で乗ってました。一人はね、かすり傷。一人は内臓をちょっと圧迫して、2、3ヶ月入院して、まあ、やけどもしなかったんで、普通に社会復帰をして。バイクはね、本当は3人乗っちゃいけないので。まあ、結構やんちゃしてました。すいません。長い入院生活っていうか、最初の段階と途中後半で全く目標も変わるんですけども、最初はとにかく何の目標もないから、まあ僕はもう一生病院だからと思ってたんで、看護師さんが、すごい若い看護師さんが多くて、この看護師さんと仲良くなろうっていうのが僕の目標でした。女の子大好きだったので、看護師さんと仲良くなることを僕の生きがいとして、それだけのためってわけじゃないけど、それしか考えられなかった。だってもう将来の希望ないしって、その時はね。すごく負けず嫌いで、中学入って、うちは母親が昼と夜働いていてね、で、まあ、うちの父親が借金作ったってこともあって、で昼と夜働いてたので、まあ、夜比較的こう出やすい環境にあったと思うんですけど、まあ、中2ぐらいからちょっと友達と夜遊ぶようになって、まあ、その夜遊びというかね、友達と夜遊ぶっていうのがすごい楽しく感じて、まあ、大人になったような気がしてね。で、なんかこう悪さとかするようになったりして、友達関係がだんだん変わってきてね、で、なんかどんどんこう悪の道に入っていって、負けず嫌いなので、悪でも一番になりたいなと思って、どんどんエスカレートしていくという感じですかね。僕は生意気で、あんまり上の言うこと聞かずにね、いましたね。とにかくうちほら、昼と夜働いてたんで、母親が。そんな中で、毎日見舞いに来てくれて、親に感謝を全くしてない自分が、こうやってね、親の面倒になって、本当に ありがたかったですよ。時に母親とかね、まあ、メインが母親でした。毎日来てたのね。あとうちのばあちゃんとか、まあ、兄弟、父親も来てくれましたけど、家族の支えっていうのはね、僕はすごく大きかったですね。僕がこういう姿になっても味方でいてくれるっていう絶対的なこの安心感っていうのは僕にとっては本当ありがたかったですね。はい。最初はやっぱり自分も苦しかったし死にたかったから、もう怒鳴り散らしちゃったりね、当たったりとかしてたんですけど、感謝っていう気持ちがなかった自分は本当にありがたい、感謝の気持ちっていうかね、ありがたいなって思えるようになってきましたね。はい。仲間ができた。病院の中で友達ができて、まず同じやけどをね負った患者さんだったりとか、同じ苦しみを味わっている患者さんと仲良くなって、すごく心が救われて元気になってきました。笑えるようになったし、あと看護さんと仲良くなっていったり、女性の患者さん、若い子もいたので仲良くなったりとか、病院の中でいろんなリハビリ、社会復帰のリハビリをしていったような気がしますね。それで少しずつ仲間が増えていったことで、あ、なんか表にもしかしたらいけるのかもっていう気持ちは少しずつ芽生えてきました。僕は入退院を繰り返してたんで、まあ、16歳で入院をして、最初の退院は18歳かな。で、まず車の免許を取ろうっていうことで、手が不自由になったんですけど、まずその免許を買えるかどうかを調べて、で、大丈夫っていうことで免許を通い始めて、なんとか車の免許を取って、世界を広げようと思って、まずは免許を取りました。で、そこからまた入退院を繰り返して、昔の友達とまた遊ぶようになったりして、みんなと同じような生活をするっていうことを僕は心がけて、だからその土俵に上がるために一生懸命努力しました。それで少しずつ回復していくというか、まあ、回復というかね、辛いこといっぱいあるけども、そこは頑張りましたね。僕、恋ね、恋たくさんしまして、恋大き少年だったから、最初にお付き合いしたのは、
退院して普通の女の子だったんですけど、僕まだ若かったんでね、当時その彼女も中女子高生でしたけども、初めて火傷を負った後にお付き合いをした女の子がすごく僕のことをすごくこう好きになってくれて、僕自身はやっぱ自分に自信がないからでも強がってるけど、本当にこの子自分のこと好きなのかなっていう勘繰りを持ちながらも、でも素直に受け取ろうっていうことで、そこから恋が始まって、でまたこの入院中の患者さんと恋したりお付き合いをしたりで、看護師さんと恋をしたりとかいうふうに、若い古市義雄君は恋をたくさん重ねていくという、全くそういうのができないと思っていた僕がそうやって恋をしていくというチャレンジであり挑戦だったんですね。やけどの後っていうのはもう消えないので、まあ後遺症といえば見た目ですよね。見た目はもう変わらないというか、やけどする前には絶対戻らないので、そのやけどの傷というのを、まあ、食費の跡とか、まあ、手も動かない、手も指もいっぱいある、そういう障害を負いながら、まあ、生きていくっていう人生なので、こ、まあ、それがまあ後遺症、見た目がまず後遺症、それと痒みですね。痛みはもうほとんどないんだけども、痒みがすごいあって、でまたここ5、6年が痒みが強くなってきて、寝れない日もあるし、で書けば傷になったり汁が出たりとか、もう本当に辛い後遺症ですかね、これもね、だけどもね、うん、これは痒みが辛いですかね、やっぱりね。オープンアートの会は、まあ、シンプルに言うと差別や偏見がない世の中を作りたくて、それを作るための会、旗揚げをしました。であとはこの世の中が、まあ、自殺者がとても多くて、本当にこの死にたいっていう人たちがたくさんいるこの世の中を変えたい、死にたいを生きたいに変えたいっていう気持ちがずっとあって、僕はその優しい思いやりのあるこの世の中には思いやりと愛が欠けていると、なのでその思いやりと愛をもっともっとみんなが出せる、そして人を思いやる、人を認め合う、そんな社会を、ね、作りたいと思ってオープンアートの会を発足して、いろんな方の居場所になるそんな会を作りたいなと思って発足しました。まあお仕事というならば、まあ、講演家または歌手、そういう活動をしてます。それを通して人に世界一幸せになれるよって、どんな人も幸せになれるよっていうことを、まあ、伝えています。手法はだから講演であったり歌であったり、その講演家の種類によってはできます、できない場合もあるんですけど、こちらサイドで企画をしたり、主催者が行政とかじゃなくて個人の主催の場合は懇親会とかが設けられたりしていて、その懇親会に参加される方は懇親会の席でお話をしたり、つながることはできます。人との縁ですね、もう人との縁だけです。人欲が強くて、睡眠欲とか性欲とか食欲とかのね、その欲って言ったら人欲が、人の欲ね、がすごい強くって、人とのつながりを僕はすごい求めているんですよね。それがやっぱ幸せを感じる僕の欲なの で人が好きだし、うん、なんか人とつながっていたいなって。で今僕の人生っていうのは人とのつながりと人とのご縁で今生きているので、なんか人とのつながりをとにかく大切に、人を応援する、人を裏切らない、人にね、なんか自分ができる力はしてあげたいっていうか、させていただけるのであればさせてもらおうということも考えてますし、いろいろ災害支援とかに行っても現地の人たちとつながったりとか、そんなこともねしたいなって思ってるのはやっぱ人が好きだからだと思いますね。もう非常にシンプルに、君たちは素晴らしいってことを伝えたいです。君たちは素晴らしい存在であって、君たちの可能性は無限大だっていうことですね。だから自信を持って、いろんなことに挑戦して、いろんな失敗をして経験を積み重ねて成長していってほしいなと思うので、挑戦をやめないでほしいなと思いますし、周りに言われるお前なんかダメだとか、お前なんか無理だとかいう言葉に惑わされずに、自分は可能性のある素晴らしい存在なんだよっていうことを忘れてほしくないですし、僕はそれを認めているので、でそんな君たちを認めている人たちがいっぱいいるよって、そんな素敵な大人たちはこの世の中にいっぱいいるんだよってことを伝えたいので、身近にいる自分の可能性を潰すその大人の言葉に惑わされず、幸せになる方法はたくさんあるし、とにかくそこを伝えたいかなって思いますね。はい、皆様見ていただいてありがとうございました、YouTube チャンネル、もし、よろしかったら、この、投稿にいいねボタンを押していただけると、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
それでは。